今回のテーマは、まあ、自分の限界は自分で作るということについて、えー、少し解説をしてみたいと思います。えー、まあこれはあの元祖ーチのルー・タイスも友達博士もあのいろんなとこで言ってきてることなので知ってる人も多いと思うんですけれども、まあ、限界はないんですね。でうん、まあ、自分の中から能力をどんどん引き出せばですね本当に限界がないくらいいろんなことができる。 ところがあの多くの場合は我々はあの自分でここまでだってねここで限界だって言ってそこで止めてしまうということですねでまあコーチングで言うと現状の外側にゴールを設定するってことはそこに向かってチャレンジしていくってことは壁にぶつかり続けるという <laughs> もう日々壁にぶつかっては、ね、それをどうやって超えるかって。 でまたその壁を越えたらまた新しい壁があってまたぶつかってみたいなでそれをまあ行きたいゴールワントゥーのゴールに向かってやる行動だから全て楽しんでいくぞということなんですけど体感上結構厳しい感覚になる場合もあります。でただしまさにこのせ自分の限界自分で作る自分の成長のチャンスは自分で作っていくわけですね今みたいに。 壁があるってことはそれをまさに越えたら自分を成長させることができるという意味では壁を自分自実は自分自身で作っているようなものというふうに考えればよくって、えー、っと成長のチャンスを自ら作るそれが実はあの現状の外側に飛び出すことでありまさにまあ100発100中当たっていくんだったらそれは現状の中の話なんで、えー、壁にぶつかったということであればそれはまさに成長進化成長のチャンスであり 自分の中に眠っている能力を引き出すチャンスなんですよね。えー、っとまあいわゆる例えばスポーツの世界でいうと、うん、ここのチームではあのこの環境ではもう十分自分は結果を出してきたとでここではどうもぬるま湯にぶかってる感じなんで。 えー、新しいね、えー、ところに行って自分をどんどんこう刺激をして自分の中の能力をもっと引き出さないとどうもぬるま湯使ってる感じがこ居心地悪いみたいなことを言うあのトップアスリートはあのいますよね。で例えばサッカーなんかもあのそういう選手が何人もいると思うんですけれどもうんと具体的な名前はちょっとさておき。えー 日本でやっててそれじゃないと自分はヨーロッパに行くんだでヨーロッパに行ったとしてもヨーロッパもいろんなレベルがありますから、えー、自分が慣れてきたそのリークでいやここはもう自分はもうあのー、自分の方はできたとまあそれはそれでいいと思うんですけどね結果を出し続けるという意味ではどうもぬるま湯だから。 えー、新しい環境に自分を置いて厳しい状況に置いてまた自分の能力を新しい、えー、自分のプレースタイルを作っていくんだっていうそういうチャレンジをする人もいるわけですよね。これはまさにトップアスリートのマインドの使い方であり、まあ、我々としてはまさにこういうことをやっていくっていうことでもあると思います。えー、一般的な社会人であったりとか、えー、とビジネスをこう、まあ、リードしている。 ビジネスリーダーというか、まあ、社長さんも含めてですけどね、えー、そういうことで、えーっとまあ、自分で変化を起こしていくということを考えていけばいいとでその中でやっぱり自分はここまでだというふうに思って止めてしまって自分の限界はそこで作ってしまうでそれで本当はもっともっと大きく成長できるはずなんだけれども、えー、小さくまとまってしまってもったいないなみたいなあ事例は山ほどありますよね。 だから諦めたらそこで終わりっていうことはここで覚えておいた方がいいっていことですね。コーチングの理論でいうと眠ってる能力はもう本当に、えー、無限大なのでうん例えばコーチングを学んでコーチングを実践して、えー、いろんな変化を起こす人っていうのはもう山ほどいて、まあ、自分の周りもたくさんいるんですけれども、まあ、例えばですねあの地方でえー、っとまあ 仕事して,てでコーチングのセミナーに、えー、なんとか来ましたって東京まで出てきてであまりにもその衝撃が強かったんでうんまあブログとか、まあ、友達博士の本とかそういうのは当然なんか教材とかで学んでえー、と YouTube とかのね動画とか音声とか聞いてもう頭の中を完全にコンフォートゾーンが移行してやっぱり東京にいる自分が当たり前だっていうことで。 東京に引っ越してくる人みたいなそんな感じの人はもうたくさんいますね。場所を移動するだけがあの成果ではないけれども少なくともあの情報が頭の中でもゴールを達成している自分であれば、えー、ここの地域じゃないなとかってね もちろん東京に移行するだけではなくて海外に飛んでいっちゃう人も当然いるわけであってえそうやって自分自身が頭の中にイメージした世界が優位になってもっともっと広いコンフォートゾーンに移行するべき自分はそういう人間そういう人生を送っていくんだって決めた瞬間に、えー、と自分の限界の今までじゃあなんでそれを自分自身で止めたのかが分かんないぐらいリミッターが外れて飛んでいっちゃう人もいますよね。 それはあのたくさんいますでえー、っと気になる方もいると思うんですけど年収が上がるのかみたいなね上がる人はもう何にも見てきてるんでこんなのも当然で逆に言うと年収が上がるし例えばお金以外の価値基準に重要性が移っていく人もたくさんいるわけですよね当然だからあのやっぱり候補素存を広げていくという意味ではえー 出ていくお金も増えていくわけだから入るお金を増やしていかなきゃいけないというふうにマインドが働いてですね収入をとにかく上げていくための,あのアプローチというか考え方をどんどん広げていきてそうやって考えていけば必ず見つかってくるので、えー、年収はどんどん上がっている人も当然いますあの。これはだからコーチングをやると年収が上がるとかって言ってませんけれども結果としてそういうことが起きてるんですよというふうにちょっと理解していただければいいんじゃないかなと思います。 まず自分がもうここまでだなとか限界だなと思ってる人はぜひここでこの音声 YouTube をきっかけにですねその考え方もやめてみ、えー、るといいんじゃないかなと、えーまあ、ここまで構築を学んできているのであればですね、えー、自分自身の中に眠ってる能力をどんどん引き出すという方向に、あのー、向かっていただきたいなと思います で今日、まあ、簡単にできるワークとしてはですねセルフトークのコントロールではあるんですけれども壁にぶつかった時苦しい状況に追い込まれた時に厳しいなとかね苦しいなってセルフトークってどうしても出てきてしまう人って多いと思うんですねでもそこをですね変えていくってことですね厳しいなって出てきたら厳しいなでもきっと何日語ったらうまくいってるはずとかね 来月になったらうまくいってるはずとかって、そういうふうにちょっとこう、セルフトークをですね <laughs>、あの、ま、変えていくとか切り替えていくというかですね、やっていただきたいんですよね。えーと、苦しいな、でも来月にはきっとうまくいってるはずとかね。うん、時間が何かを解決するわけじゃないんですけども、時間が経過する途中できっと天才的な脳が必ず方法を見つけるぞと思ってほしいんですよね。 うん、まさにあの笑顔であの笑いながら「厳しいけどきっと何日後かにはうまくいってるはず、ね、自分の天才的な脳が必ず方法を見つけてるぞ」って言ってほしいんですよね口で、えー、っとまあ歩きながら喋ってるとちょっと怪しい人になっちゃうかもしれないですけども自分の部屋とかですね天才的な自分の天才的な脳が必ず、ね、方法を見つけてるぞと。 のゴールをを達成していいく壁を乗り越えるる方法を見つけると,という,ふうにぜひ言って、えー、言い聞かせてほしいとそうするとですね寝ても覚めても脳が常にそれを考え続けるという状況になるので何かしらあのやっぱりこれまで思いつかなかったようなアイデアがポコッと出てきたりとかですねします厳しければ厳しいほど成長するチャンスなんでぜひそこはですねチャレンジしてみていただきたいと思います えー、今日のワークはシンプルですけどね、えー、厳しいな苦しいなって止めないで苦しいなでもきっと何日かたったらうまくいってるはずとかね、えー、天才的な自分の脳が必ず方法を見つけてるぞというふうに言い聞かせて未来志向になってみてください、えー、今日は以上です。ワクワク様でした